12、ミシンが6、インさんが3。こんにちは。夏休みで子どもたちに絞り取られて HP が0のいくみママです。今回はですね、長女がそろばん始めてから1年ぐらい経つんですけれども、普段どんな感じでねそろばんをやってるかっていうのを動画にしたいと思います。ちなみになんですけれども、長女は5歳ぐらいまでね自宅でクモンのワークで、まあ、掛け算、足し算引き算掛け算までね、進んでたわけなんですけども、まあ伸び悩みをね感じて、ソロバンにチェンジしたっていうわけなんですね。普通の式ですね、計算自体っていうのは左脳的な、脳みそを使うらしく、で、ソロバンっていうのはね実物のねものとかね、まあ、イメージとかでね計算していくので、まあ、右脳を使うっていうふうに、まあまあどっちがどっちっていうふうに厳密には言えないと思うんですけど、まあ右脳優位に、右脳優位で計算していくっていうね、そういうものらしくて、そろばんがそっちの方がね長女には合ってたみたいで、ススッとね伸びてってるなっていう風に感じます。でそろばん始めてからやっぱりね計算がすごい早くなりましたね。で算数 のワークやってる時なんかもね、こういう風に指で計算して、まあ、早くなったなっていう風に感じます、ね、今どんな感じのをやってるかっていうと、暗算ですね、そろばん使わないで頭の中でやるやつ9級をやっていて、計算はこんな感じですね。1日1ページぐらいかな、こういうのやってて、で、頭の中でやるんですけど、うちのそろばん教室はこういう風にカードを、まだ使ってよくて、検定の日もこれカードを使ってよくて、こういう風に、2とか5とかってこうやってやってますね。カードを使ってやる暗算ですね。なんかもうちょっと級が進むとカードやらないって先生言ってました。なんかそろばん教室によって違うのかな、ちょっと分かんないけど、見取り算っていうのは、見取り算もそろばん使ってやる見取り算をこう、これも9級ですね。これ今朝長女がやってってやつ、なんか7分でやらなきゃいけなくって、9月に検定があるからもう1ヶ月、ぐらい先なんですけど、まあ、そろそろね時間計ったりしてやってるんですけど、7分で、今ね14番まで今日はできたのかな。で、こことここと、まあ、ここが時間切れで解けなかったってことで3問間違いっていう感じみたいですね。3問間違い、どうなんだろう、どれぐらい取ると合格なんでしょうね。8割とかなのかな、ちょっとその辺ね、そろばんはなんか割と先生にお任せしてるからちょっとわからなくて、で、これの他にあと掛け算ですね、9級の掛け算、こういうのやってますね。なんか検定に入らないみたいだけど割り算練習っていうのもあるから割り算もやっててますね。こんな感じね、しばかりしてる音がなんか入ってるね、夏だからえ、こんな感じでね朝、何かしら朝ごはん食べながら暗算やってることがこうやって多いんですけれども、この日はチーズね食べてて、まあ、おにぎりとかね、ワッフルとか、つまめそうなものをやり、食べながら朝勉強始めるっていうことが多いですね。まあ、こうやってね学習してる時とかも、まあ、小さい兄弟とかがいるとこう常にね声がしてるっていうのが、まあ、普通だと思うんですけど、まあ、うちの長女もね、まあ、幼稚園生だからなんだと思うんですけど、モンテッソーリで言うと、まだまだ聴覚の敏感期で、少しでもね、物音がしたりとか、まあ、長女、次女とかが喋ってたりすると、手が止まってなかなか集中できないっていうことね、結構ありますね。まあ、小学生とか、まあ、大人の私たちよりも、まあ、敏感期に、いる子供たちっていうのはね、聞こえやすい状態ではあると思うんですけども、まあ、なかなかね、まあ、小さい子の学習っていうのはね本人もなかなか、やりづらいところがねあるんじゃないでしょうか。まだね音のねシャットアウトとか、まあ、必要な音とか、必要じゃない音とかっていうその取捨選択がちょっと難しい、お年頃みたいですね。
7、8、56、6、8、48。うん、そうね、それごめん、合ってた。5、3、6。12、2、3、5、6、3、5、3。8、4、32。今日忘れなかった。いいね。7、28、7、63。3と2で5。6、5、8。はい、次はね、割り算なんですけど、イクミママがねタイムラプスっていう魔法をかけといたんで、まあ、早く終わります。救急の見取り算の練習なんですけど、いつもね、ソロパン教室でこういうプリントをねもらって、家で時間計って練習してるっていう感じなんですけども、この日はね、あのもらったプリントが全部終わっちゃって、で、まあ、間違えたところかなを、昨日とかね、その前の日とか間違えたところをこうやって復習してるって感じですね。でこういう間違えたところをこういう風に印つけてね、どこ間違えたのかなっていう風にこう見ていくと、だいたいパターンが決まってるんですよね。こうどこで間違えたかって細かくこう印がついてるんですけど、まあ、こういうのをね繰り返し繰り返し練習してって、引っかかりやすいポイントを潰してってるっていう感じですね。最近ね、長女のソロバンとか学習をこういう風に隣で見てる時にね、なんか私がうるさいらしくて、さっきもね、あの掛け算で私間違えてましたよねそれでね、そういうのがねやっぱりうるさいらしくて、一人で静かに長女もやりたいらしくって、で私がちょっと喋り出すとね、長女がママ携帯見てていいよ、携帯見てていいよって言うんですよね。まあ、言い方優しいんですけど、ちょっと黙ってろっていうことなんですけど、まあね、最近そうやってこう自立してね、なんかいろいろやってくれるっていうことの表れなのかなと思ってるんですけど、なんだっけ、アニマル浜口さんでさ、娘さんのことさ、すごい近くでずっと応援してた、あの人の気持ち私すごいわかるんですよねなんかもうずっとね、こう隣でね応援したいサポートしたいっていう気持ち、ね、でもちょっとなんか本人がね、長女がちょっとママ携帯見ててって、まあ黙っててって言うから、ちょっとね最近気をつけてちょっと黙ろうかなって思ってますね。ちなみにこれなんですけど、長女がね2週間ぐらい前にピアノの先生のお家のところで見つけた四つ葉のクローバーなんですけど、結構クローバー強いですね。ここ刺しといたらずっと元気なままね、見るたびねなんか嬉しくなりますよね。こう種から育ててるねクローバー、室内でね種から育ててた私がクローバーもなんと四つ葉が出てきたんです、ね、
なんか四つ葉ってさ、あの過酷な環境に置くと三つ葉が変化して四つ葉になるって聞いたことあるけど、そんなになんかうち過酷だった過酷だったかな。でも嬉しい、四つ葉ね。